日本鹿児島県鹿児島市高徳寺大高徳寺大は、鹿児島県鹿児島市の町庭。郵便番号は891-0103。人口は1万1239人、世帯数は4566世帯。高徳寺、第1丁目から高徳寺、第5丁目まであり、高徳寺、第1丁目から高徳寺、第5丁目までの全域で、住居表示を実施している。 高徳時代の全域が高徳寺、ニュータウンと南高徳時代として造成された住宅団地である。鹿児島市の西部、長田川の中流域にある丘陵場に位置している。町域の全域が南国食産の子会社であった南国寺所によって開発された新興住宅地となっており、大部分を高徳寺、ニュータウンが占め、南部の一部は 南高徳時代として造成されたものである。町域の北方及び西方には五ケベップ町、南方及び東方には山田町がそれぞれ接している。鹿児島市の代表的な新興住宅地のうちの一つである。ニュータウンが建設された当初は生徒数が多く、高徳寺中学校は鹿児島市の中でも有数の生徒数であったが、減少し続けている。 これらの学校をつなぐ道として、ブルーベリーロードと呼ばれる 2.5km の歩行者、専用道路がある。このブルーベリーロードには1980年代に高徳時代を建設していた南国寺所によって数百本のブルーベリーが植樹された。各学校の駅伝大会などにも使用されることがある。高徳寺という地名は本来山田町座高徳寺を指しており、 山田町技高徳寺に、高徳寺という寺があったことに由来している。高徳寺、ニュータウンは1986年に南国寺所によって造成が開始された。高徳寺、ニュータウンの有効宅地率は44.5%であり、宅地が幹線道路に面さないように設計されている。1986年には、鹿児島市立宮川小学校がご警別府町より、 現在地に移転し、1990年4月には、鹿児島市立谷三北中学校から分離して、鹿児島市立高徳寺中学校が新設され、1991年4月には、児童数が1000人を超えていた鹿児島市立宮川小学校から分離して、鹿児島市立高徳寺小学校が新たに設置された。1992年9月14日に後ケベップ町び、 山田町の各一部にあたる、高徳寺、ニュータウン地区において、住居表示が実施されることとなり、高徳寺、第1丁目、高徳寺、第2丁目、高徳寺、第3丁目、高徳寺、第4丁目、高徳寺、第5丁目が設置された。丁目別の詳細としては、高徳寺、第1丁目から高徳寺、第3丁目までは、山田町の一部、高徳寺、 第4丁目は五ケベップ町及び山田町の一部、高徳寺、第5丁目は五ケベップ町の一部であった。1997年11月17日に五、ケベップ町の一部及び高徳寺、第5丁目の一部が高徳寺、第4丁目に編入され、五ケベップ町の一部が高徳寺、第5丁目に編入された。2008年11月10日には山田町の一部にあたる、 南高徳寺大地区が高徳寺、第三丁目及び高徳寺、第四丁目に編入された。2016年2月1日には、山田町の一部が高徳寺、第一丁目に編入された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立高徳寺小学校鹿児島市立。 宮川小学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。主要地方道。ありがとうございます。